土木のラジオ。皆さん、土木好きですか？ピンとこないななんて思ってらっしゃいません？でもね、土木は思っているよりとても私たちの身近にあるものなのです。この番組では土木関係者や土木好きの方をゲストにお迎えし、中央区を中心に東京のインフラに関する旬な話題や土木の魅力を分かりやすく、そして熱く語っていただきます。皆さんに少しでも土木に興味を持っていただき、身近に感じてもらうきっかけとなるような情報を発信していきます。土木のラジオ、ドボラジ。この番組は土木学会、建設技術研究所、清水建設、三井住友建設、リコート書の提供でお送りいたします。さあ、今週もドボラジの時間がやってきました。今回のドボラジナビゲーターは私ジュミと赤井ゆきでお送りします。はい、さあゆきさん、今回2回目ですけども、ちょっと慣れましたか？そうですね、ちょっとだけ肩の力が抜けたような気がしますね。なんか名ナビゲーターになってますよ。もういけますかね。いけます、いけます。ありがとうございます、今日のゲストの方も楽しみなんですけれども、はい、さあそれでは早速今日のテーマをご紹介しましょう。今回のテーマは測るだけじゃない測序の回です。これはちょっとゆきさん、測序の回ってどんな回？そうですよね、測るっていうふうに言ってるので、測量、ね、いろんなものを測るわけでしょ。そうなんですかね。ね、ゆきさんはこの測るということに関して、うん、何かこうご自分の人生とか生活の中で、はい、こうなんか結びつくものっておありなんですか？そうですね、うん、実は私大学の時に地理学っていうのを専攻してまして、はい、でその時が実際こう何かを測りに行くということはなかったんですけども、測量にこう近いいろんな場所を調べたりだとかっていう勉強したことがあったので、ちょっとそういう観点からも今回はどんな話が聞けるのかすごく楽しみにしております。そうですね、測るだけじゃないんだ、うん、そうなんですよね。ここが大注目です ね。ではゲストの方をお迎えしてのトーク始めていきましょう。今回のテーマ、測るだけじゃない測序の回についてお話を伺うゲストの方は、株式会社パスコの鎌田聖子さんと中日本航空株式会社の品田欅さんです。鎌田さんと品田さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、ゆきさんもよろしくお願いいたしま す。さあ、それでは早速なんですけれども、鎌田さんと品田さん、ご自身でちょっと自己紹介をしていただいてよろしいでしょうか。では鎌田さんから。はい、鎌田と申します。今年から測序の会の委員長をしています。はい、で大学ではですね、考古学を専攻してまして、うん、卒業後2年間青年海外協力隊で南太平洋にあるソロモン諸島国というところに赴任してました。はい、考古学隊員として現地の調査とか、それから博物館の業務っていうのを行ってたんですね。帰国後1年ぐらいはアルバイトしてたんですが、はい、そこで高速会社である株式会社パスコ、現在の会社ですが、こちらの方に職があるよっていうことで入社しまして、以後20年間文化財業務に従事してます。そうですか、考古学は好き。それも好き。ありがとうございます。さあ、では品田さん、お願いいたします。はい、品田と申します。はい、測序の会では今年から幹事長を務めさせていただいてます。うん、会社ではですね、普段営業部の方に所属してまして、はい、お客様との打ち合わせだったりとか、見積もりの作成とか、そういうものを日々、に追われて生活をしています。はい、はい、今まででやっぱ印象的だったのは、一昨年ですかね、小笠原諸島の方にちょっと出張で行ったことがありまして、まあ、営業なんですけど、小笠原の方まで行ったっていうのがすごい印象深い、そうです、案件でした。そうですか。はい、結構ぼーっとすることも多かったりなさるんですか？そうですね、もう普段もぼーっとすることも多いですけれども、はい、息抜きでちょっとぼーっとしたりとか、プライベートの方でも温泉だったりとか岩盤浴、そういうところでぼーっとすることが好きです。なるほど。はい、ちょっと本当に楽しみにね、お話が楽しみなお二人なんですけれども、早速伺いたいと思います。ラジオの思い出なんですけれども、お二方どんな思い出をお持ちなんでしょうか？
しょう。まず鎌田さん、教えていただいてよろしいですか。はい、ラジオでやっぱり一番印象に残っているのは、そのソロモン諸島国に青年海外協力隊で赴任してた時の思い出ですね。で、当時1994年ぐらいから2年間赴任してたんですけど、今みたいにインターネットっていうものがない時代でしたんで、やはり日本語が恋しくなってしまうと短波ラジオを入れて聞くぐらいしか、それを聞く術というのがなくて、やはりそういった短波ラジオでの日本語だったりとか、現地のラジオ放送、テレビもないんですね。なのでラジオ放送っていうのを聞いてるのが楽しみでしたね。そうでしたか。結構ちょっと生活の中で支えになってた部分があったりするんですね。ありますね。はい、なるほど。さあ、品田さん、いかがですか。私は測量士法の資格勉強をしている時にラジオをちょっと BGM にしたりとか、通勤の時にもそういう勉強を合間に勉強していたので、はい、そういう時にラジオを聞きながら勉強したりとか、あとちょっと読書をしたりとかっていう、そういう思い出が一番ラジオっていうと出てくる感じです。やっぱり勉強のツールとしても使えた、はい、ということですね、はい、なんかちょっと頑張ろうって思いました、はい、さあ、それでは早速、はい、お話を伺っていきましょう。はい、じゃあお二人にいろいろお聞きしたいと思うんですけども、うん、今のお仕事をですね、目指したきっかけですとか、これまで印象に残ったお仕事とかですね、そのあたりをお聞きしていきたいなと思うんですが、まず鎌田さんからいかがでしょうか。はい、子どもの頃から考古学とか歴史っていうのは結構好きで、それのこともあって、大学は考古学を専攻するということだったんですね。で、その後協力隊、先ほど言った青年海外協力隊の方にも考古学隊員として一応赴任していました。はい、で、考古学ってすごく楽しいですし、こういった考古学だったりとか文化財に関する仕事ができたらいいなっていうことで、今の現在勤務している株式会社パスコの方に入社したということがあります。印象に残っている業務としては、いろいろ日本国内での発掘調査とかたくさんあるんですけれども、子どもの頃からそのエジプトの考古学とかが大好きで、仕事でですね、王家の谷の発掘調査 の測量支援に行ったことがあるんです。はい、それがやっぱり入って結構すぐの時だったんですけど、会社が行かせてくれまして、本当になんかそれがあって、もう20年間それに支えられて辛い仕事も耐えられるっていう、やっぱりそういう感じでしたね。本当に楽しかったです。うわ、ちょっとその経験をまた別枠で伺いたいなって思います。なるほど、ご経験ですよね。そして品田さんもお伺いできますか。私実は測量っていう勉強は大学の頃に一切していなくてですね、はい、私航空宇宙工学っていう、もう本当物理バタの方で4年間勉強をしておりました。すごい数字付けですか。やっぱりすごいと思う。物理と数式に追われる日々で、物理って言ってちょっとザーってなる私とはちょっと違うんですけど、わからない。そしてきっかけはやっぱ、2011年の東日本大震災の時に、私の祖母が宮城県の石巻の方に住んでおりまして、津波で被災をしたんですけれども、そういうやっぱ 3.11 がきっかけになりまして、航空機を使った、空から防災とか減災ができる仕事に携わりたいというふうに思うようになりまして、測量業界というのに出会って、今の会社に勤めております。なるほど。じゃあ本当はその航空宇宙、飛行機とか、もっと宇宙ロケットとかのところから、はい、やっぱりそこに測量というものをプラスすることで、もっとまた違った世界での誰かを助けることができたりするっていうところに気づかれたっていうことなんですか。そうですね、はい、なるほどね。もうだからいろいろなこうジャンルからアプローチして、その測量っていう世界に皆さんが集まってくるっていう、このすごい世界は何なんでしょうか。やっぱり知らない世界、私の中では。で、改めてちょっと感動してますけど。さあ、そんな中で、今回お二人、来ていただいたのが測女の会というグループからということで来ていただいているんですけれども、この測女の会がどんなグループなのかというところと、あと、どういったものをどういったことを目標に活動をされてきたのかっていう、そのあたりのお話を伺えたらなと思います。そうですね、はい、日本測量協会という協会がありまして、これは高速業界が、
を束ねるような形で、まあ、あの作られている教会なんですけれども、うん、ここの、まあ、外院会ということで測量地理空間情報女性の技術力向上委員会という会が、うん、あの作られることになったんですね、うんはい、これがあの2015年の6月のことなんですが、うん、この時にその女性の技術力向上委員会っていう会、まあ、これがあの略して測女の会と今言ってる会なんですけれども、うん、作ったその目的っていうのがやはりあの測量なかなか女性があの少ないあの入ってきても働き続けるのが難しいっていうことで、うんまあ、そうしたその業界の中の女性の地位向上を目指して、まあ、その目的にして作られた委員会になります。なるほど、はいはい、そして品田さんの方からもちょっとあのお話をいただいてよろしいですか。そうですね、うん、今あの委員長の方からもあったんですけど、はい、やはり測量業界って女性がまだまだ少ない業界でして、うんまあ、あのやはり皆さんのイメージって道端でこう三脚を据えて覗いてる人って測量っていうとそういうイメージがあるのかな、うんまあ、やっぱ現場作業がメインで、うん、あのいわゆるあの土木でも言うと思うんですけど三景、うん、きつい汚い危険とか、うん、そういう業務なんじゃないかなっていうふうに、うんまあ、見なされていることが、まあ、その女性がまだまだ少ない原因なのかなっていうふうに思っています、うんはいはい、で、まあ、それ以前にですね、まあ、あと測量業界が、まあ、さっきの三脚据えて覗いてるっていうのももちろんなんですけれども、うん、それ以外にじゃあ何をやってる業界なのかっていうのが、うん、あんまりあの認知されてないっていうのが、ね、確かにあの測女の会の活動を通していろいろな方々とお話をしたりすると、うん、ちょっと感じている部分が大きくてですね、うん、そういうことですね、はいうんうん、なのでまああのまあ、実際に現場作業だけじゃなくて、まあ、屋内とかであの、まあ、パソコンに向かって行う作業っていうのも増えてきてまして、うんあのまあ、男女問わず活躍の場がある業界だっていうことの、まあ、そういう認知をあの認知度を上げていかなきゃいけないっていうのが、うん、まずあの測女の会 の、うん、あの設立の一つの目的になっています、うん、なるほど、はい、長くこう仕事として勤められるっていうことも十分できる業界なんですよね。もちろんです、はいうんそう、そういうところもあの多くの女性の方たちに知っていただけるとそうです、ね、もっとその自分の、ねね、働く環境を見つめられると思いますよね、うんはいなるほどね、うん、そういう中でこうやってあの土木のラジオにご出演いただいてその測女の会の活動であったりどんな風に皆さん仕事してるんだよっていうことを分かりやすくお話しいただけるとこのラジオを聞いた方の中で、うん、じゃあ私もやりたいしできると思うっていう方がいらっしゃるし、うんうんね、今もこれからも続けていこうって思ってくださりそうな気がしますね。ぜひそう思います、はい、ねなんかこういうふうに具体的にお話を聞くことが本当に大事ですね。で、測女の会さんはあの、まあ、単にこう福利厚生的なサポートというだけではなくて、うんまあ、技術力の向上っていうところにポイントを、うんまあ、当てたサポートっていう、まあ、そこに重点を置いてるよっていうのが特徴かなと思うんですけども、うん、そのあたりのことを鎌田さんからちょっとお話しいただいてもよろしいですか、うん、そうですね、はい、あの一応委員会の活動をですね3つの班に分けておりまして交流班と広報班それから技術支援班っていう3つがあります、はい、でこの技術支援班っていう班がいわゆるその技術的なサポートを行っていくっていうことを目的にした活動を行ってまして具体的にはですねあの測量にはいろいろな仕事があるって先ほどちょっとあの申し上げましたけれども、はい、そのいろいろな仕事っていうものを、うんこう e ラーニングのような形で学べるようにああの教材を作っておりましてそれを、まあはい、あのインターネット配信するというか、うん、あの配信するような形で、うん、どこからでも誰でも気軽にこうアクセスしていただいて学びやすくするような支援っていうのもやってます、うん、そうなんですかなり充実したバックアップ体制ということがあるわけですね、うん、そうですね、まああのうん、なかなか深いところまでは入っていけないんですけど、うん、少なくともその触りのところを見ていただいて、うん、あこんなのもあるんだなとか今あの最新の情報っていうのはこういうふうになってるんだなっていうことを自分がやってること以外でも、うん、あるいはその仕事から離れてしまった人でもこうアクセスしやすいような、うん、そういうふうなコンテンツにしてますね。なるほどね、はい、いやこれ本当に深いなと思うんですけども、うん、ちょっとますますお話を伺っていきたいんですけどもここでちょっとブレイクといきましょう、さらに後半にお話を伺っていこうと思います。ねえあなたの会社建設技術研究所って何してるの？うん？土木だよ。
土木って道路工事みたいなあれでしょ。俺の会社さ、工事はやらないんだよな。何それ。建設技術研究所はね、みんなの暮らしを技術で支えるインフラの専門家集団なんだ。暮らしの中で当たり前になっている水、電気、ガス、道路、交通機関などを作り、また人々の暮らしを災害から守り、日々支えているのが土木です。あなたの暮らしの身近にある土木について一緒に考えてみませんか。土木学会はみんなの暮らしを支える技術者の集まりです。土木のラジオ、土ボラジ。今日のゲストは株式会社パスコの鎌田聖子さんと、中日本航空株式会社の品田恵明さんをお招きして、測るだけじゃない測序の会をテーマにお話を伺っています。引き続き鎌田さん、品田さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。そしてゆきさんもよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ後半はですね、測序の会の具体的な活動、これまでどんなことされてきたのかなっていうのをご紹介いただきたいんですけども、お願いできますでしょうか。測序の会ではですね、さまざまな年齢層をターゲットに活動を行っております。例えば学生向けっていうことで、リコチャレと呼ばれる、催し物があるんですけれども、そちらの方でですね、実際に測量の体験コーナーとか、そういうのを開催して、測量身近に触れてもらうような機会を作ったりですね、そういうことをしています。これ年齢的に言うと、何歳ぐらいからなんですか。一応対象は女子高校生になるんですけれども、もちろん男の子も、小学生ぐらいの男の子から大学で開催してたので、大学生ぐらいの男女問わず学生さんにお越しいただくような形で、開催させていただいてました。なるほどね、あとはですね、大学生に対してはやっぱゼミの時間っていうのがありますので、そういう時間をちょっと一コマ頂戴して、測序の会主催ということで、測量業界についてのお仕事紹介をさせていただいたりですとか、実際にそれがきっかけで測量業界に入社してくださった女の子もいたりします。すごい、すごいね、効果がある。本当ですね、知ってもらうって大事ですね。知ってもらわないと始まらないので、そうですね、なるほど。さあ鎌田さん、いかがですか。そうですね、我々がそのする内容としては、イベントへの参加みたいなのもあるんですけれど、業界の中の大きなイベントとしてですね、毎年6月に開かれる測量地理空間情報イノベーション大会という、そういう大会があります。でなんかちょっと堅苦しい名前の大会だと思うんですが、この業界の中の人たちがどういう活動をしているのかとか、先進的なことはどういうことがあるのかとか、そういったことをですね、情報交換するような、そういう大会なんですけれども、これが日本測量協会が主催して行っている大会になりまして、こちらの方に毎年参加をしてます。内容的には、例えばパネルディスカッションだったりとか、業界の方々に来ていただいて講演会をしてもらったりとか、そういったことを、やっているという感じです。で今年ちょうど1ヶ月ぐらい前になりますけれども、イノベーション大会が開かれまして、でそこでもやはりパネルディスカッションを実施してるんですけれども、テーマはですね、測量業界の今っていうことで、学生が知りたいこと、企業側が伝えたい魅力っていうことで、どうしたら若い人たちにこの業界を知ってもらえるかなって、今その業界がなかなかこんなこと測量がやってるんだっていう話になりましたけれども、やっぱりそういうのが知られてないなっていうことで、それを知ってもらうためにどうすればいいのかっていうディスカッションをやっています。なるほどね、その学生さんにも、その若い人たちですよね、それからもちろんその企業側でもアプローチをしていくためのいろんな手法があるよということも含めてということなんですか。そうですね、どういうことを知りたいのかなっていうのを、まず学生に近い若手の技術者の方々に意見をもらって、で学校としてはこういうことができるよとか、こういうふうにしてもらえたらいいなっていう、その学校側の意見だったり、企業としてはじゃあこういうことをこちらの方から提供すればもっとよく知ってもらえるのかなとか、来てもらえるのかなっていうようなことを、こう意見交換するような、そういった場所になりました。なるほどね。
ね、多足療業界の魅力とかですね、うん、あと幅広い仕事があるっていうのを、まあ、知ってもらう取り組みをいろいろされているということなんですけども、逆にこう業界が抱えている課題みたいなものっていうのはあるんでしょうか。そうですね、伺いましょう、はい、あの業界が抱える課題ってきっと、まあ、あの他の業界も同じような感じなのかなっていうふうに思うんですが、この業界に関して言うとやっぱりあの事業の領域というかですね、やっぱりいろいろなことが変わってきて、あの変化がしているっていうことで、まあ、事業領域の変化への対応だったりとか、まあ、技術革新、技術の継承とか、それに伴って人材確保とか働き方改革とか、いろんなあの要素が今出てきてます。でその中でもやっぱりあの人材確保と働き方改革っていうのは結果的に事業を存続していく上でやっぱ働いてくれる人がいないとどうにもならないっていうところがありますんで、すごい重要な課題かなっていうふうに考えてます。でどうしたらあの若い方々にこの業界っていうのに来てもらって一緒に働いてもらえるのか、働き続けてもらえるのかっていうことを、まあ、今どこの会社でも結構頭を悩ましていて、先ほどあのイノベーション大会の話をしたんですけれども、そこでもあのやはり今のテーマで、あのそれがまあちょっと知りたいことじゃないかということでパネルディスカッションを行って、いろいろあの意見交換をしたということがありますね。なるほど。で、まあ、あのやはりそのパネルディスカッションでもそうだったんですけれども、はい、やはり若い方々っていうのは思ってたより、あの測量業界っていうのはいろんな業界があるんだな、あの業務があるんだなっていうことをそこの場所でももちろん言っていますし、それ以外にあのいろいろなあの機会を通して聞くこともあります。でもしそういったことをこう知っていたら、ちょっと測量業界に行ってもいいんじゃないかなとか、あこんなことやってるんだったらあのやってみてもいいかなって思える人がやはりあの多くなるんだなっていうのを感じたのと、3Kっていうのが先ほどちょっと出ましたけど、女性が働きにくいとか、あの思ってるような業務ばっかりじゃないっていうことを知って、意外とやってみたら女性でも働けるとか、そういうふうに感じたっていう意見もありましたね。そうなんですね。やっぱりその世界をまず知らなければ、ね、あの、何とも言えない、判断しきれないし、逆にあらそれだったらっていう背中を押してくれるような機会になるかもしれないわけですよね。そうですね。なるほど。ではいろんなことにチャレンジをされてきた測女の会さんなんですけども、まあ、今後の活動ですね、こんなことをやっていこうとかっていうのを考えられていることがあれば、あのお聞きしてもよろしいですか、篠田さん。はい、まあ、やはりですね、コロナ禍でなかなか今活動がしにくくなっておりまして、まあ、あのオンラインツールとかですね活用して、あのちょうど来月にも大学訪問を控えておりますので、はい、まあ、そういう、せっかく今オンラインっていうツールがすごい活躍してきてますので、そういうツールを駆使してですね、まあ、例えば地方の、あの女性社員の方とかとの交流を深める機会を作ったりとかですね、あと、まあ、大学訪問もなかなか対面だと遠方の方には伺いにくいんですけれども、まあ、オンラインであれば、あの気軽にいろんな大学の学生さんと意見交換することもできますので、まあ、そういうあのオンラインというツールと、もちろん対面っていうのもうまく取り入れながら、あの今後もいろいろな活動をしていきたいなというふうに思っています。なるほど。ある意味ではこのオンラインという劇的に変わった世界はチャンスかもしれない、そうですね、ですね、はい、いやなんか本当いろんなコンテンツを作って私たちに見せていただくと、ちょっと私とかも入っちゃっていいかなみたいな、ぜひ見に行きたいなって思いますよね。なるほどね。どうですか、ゆきさん、こうお話を聞きになってて、うん、そうですね、確かにこの今ピンチはチャンスというか、今までそのこう例えば大学、ね、の訪問とかでもそこの限られた人しか入れなかったところをこうなんていうんですか、ちょっと開かれた感じというか、誰でもそれこそジュミさんでも私でも、あちょっとこう覗いてみようかしらっていうような、はい、そういうところから少しずつこうかもしれないけど、こう知っていく、あの周りに広がっていくっていうのは本当に、まあ、地道なあの活動かもしれないんですけど、まあ、ここでねラジオで紹介していただいたりとかで初めて、あそんなことがあるんだっていうのを知ってくださる方もたくさんいると思うので、あのこれからもますますあの活動頑張っていただきたいなっていうふうに思いますね。本当にそうですね、ぜひあのまたラジオにもね何回も出ていただきたいなと思ってるんですけども、さあそれでは最後に伺いたいと思います。お二人にとって土木とは、では鎌田さんからお願いできますか。はい、
私にとって土木っていうのは、うん、発掘調査をしているということもあってですね、すごく身近なものなんですよね。発掘調査って今緊急発掘調査って言われる工事に伴う発掘調査が民間で受けるものはほとんどなんですが、はい、基本的にはその後に土木的な工事が控えているっていうことがあって、そういう意味でもすごく身近です。でそれだけではなくて発掘調査自体が土を掘って、で運んで養生してまた埋め戻してっていうことで、もう土木工事的な要素が非常に強いということと、その工程だけじゃなくて安全管理もとっても近しいものがあるんですね。なので本当に親しみを感じるお隣にある仕事っていう感じですね。なるほど、そういうことですね。発掘調査はね、はい、そうですね。なんかすごいしみるなって思いました。ありがとうございます。さあ、そして品田さんいかがですか。はい、私は実は父親が土木関係の会社に勤めておりまして、うん、やっぱ小さい頃からそういう土木工事とかそういう土木っていうのはすごい身近な存在だったんですけれども、測量ってやっぱもう最初に何事の最初にやるものっていう印象がもう入社してからついてますので、まあ、やっぱもう土木とか、まあ、測量がなければ何も始まらない、もう縁の下の力持ちっていうような存在だなというふうに思ってます。そうですね、それがなければということで、本当に今回改めてその測量の世界の大切さっていうのを知りましたし、ね、これからそういうちょっと現場に遭遇した時に、これも測量じゃないのっていうふうに私たちが気づけるっていうのもまた一つ重要なことじゃないかなって思いましたね。いや、本当に鎌田さん、品田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。やっぱり土木って面白いですね。それでは最後に全員の掛け声で締めたいと思います。いきますよ。ドボラジ終了よし。ドボラジ終了よし。さあ、ゆきさん、はい、今回のお話いかがでした。そうですね、なんか聞いてみたら測量って本当にこう私たちの生活にもいろんなところにつながっていて、仕事もこんだけ幅が広いんだなっていうのをすごく感じたお話でしたよね。そうですね、それをこう同じね女性目線でいろいろね工夫しながら、はい、その測量の世界というのを皆さんに知ってもらおうと思って活動なさってるっていうことも、すごく大切な意味のあるお仕事だとね思いますね。そうですよね。なんかこれをきっかけにたくさんの方が、その測量についてとか、またそこから派生する世界についてもっと興味を持っていただけると嬉しいですね。そうですね。ね、ゆきさんもぜひこれからもまた測量の世界掘っていきましょうね。はい、そうですね、はい、はい、ありがとうございました。では次回をご紹介しましょう。次回は西川貴明さんをゲストにお迎えし、土木ラボが土木を変える、未来を変えるをテーマにお話を伺おうと思います。番組へのご意見ご感想は voice@fm840.jp までお寄せください。また中央 FM 公式サイトや土木学会 Facebook に収録時の様子をアップしています。こちらもチェックしてみてくださいね。土木のラジオ、ドボラジ。この番組は土木学会、建設技術研究所、清水建設、三井住友建設、リコード社の提供でお送りしました。それでは来週も土木のラジオ、ドボラジでお会いしましょう。